どうも。どうも、ジェニーです。どうぞよろしくお願いします。終わった、マジで。もう、絶対勝てると思ったのに、マジで。もう、絶対勝てると思ったのに、マジ。もうなぁ。まあ、中枠、不良馬場、900メートル、まあ、C30 組、ベストじゃん、これ。もうベストじゃんっていう、これマジで。まあ、ここで勝たなかったらどこで勝つんだよ。おー。5号です、そう、5号。どうすんだよ、マジで、これ。おー。どうすんだよ、これ一番下のクラスはこれより下ないんだよ、ほんと、マジで。これより下ないんやけど。どうすんねん、これ。終わったよ、これ。終わっとるかなっていう。おー、どうすんねんって、つべにあげてる動画見れないのか。何が見れないのあるの？マジで？おー。ちょっとわかんない。なんだろう。そうそうそう。上がり、上ばかり見てんじゃないのっていう。どういうことやねん。上ばかりどういうことやねんっていう。買えよっていう。買ってるよ、だから。高額ペット買ってるよ、これ。マジで。どうなってんねんっていう。なんで始まってもないよって。始まってはいる、もう。まあ、これは俺が30歳の時だっけ。まあ、離婚して、まあ、一人暮らし始めて、もう絶対マンションになってやるって決めて、何年だっけ。もう、多分だけど、30歳の冬。マジで。何着っていう。まあ、その辺見てこうかってことで、コンタルト C ってことで。おー。あれ？カメラがない！カメラどっかい、あった！どうも。どうも、ジョインディストーチャルと、魂。終わったー。もう、誰がゴキブリなんだから。誰がゴキブリ。どうぞよろしくってこと。終わったもん。マジくっさ、なんでピントこれ合わねえの、ピント。ピント合えよ、これ。ピントってこれ。おし、ピント合ったってこと。誰がゴキブリなんだから。誰がゴキブリやねんってこれ。そうそう。5号日本で一番。まあ、一番弱いかは、まあ、このね、まあ、8頭中で、まあ、最下位になったらもう終わるよな、みたいな、これ。おー、マスク何仕事に交換してんのっていう。まあ、不定期ですね。なんか、ここに、天使の綿毛みたいなのができるんだよ、これ、ふわーって。あまりにもなんか、湿度で。そうなったら、さよならって。さよなら、シューってことで。ありがとうございますってね。そうそうそう。まあ、いうことで、栄新だけには負けたくないという思いで、栄新牧場出身、まあ、ちょっとあまりにも、弱すぎて売りに出されたスマイル55です。どうぞよろしくってことで。おー。行ってみようか、マジで。おー、もう、お祭りさんがね、ちょっと上げてくれた動画あるんで、今日こそニコ生でやってほしい、クリック。どうだろう。あ、YouTube だった。残念、YouTube ってこと。まあ、どっちでも大丈夫なんだけどね。ちょっと画面が小さくなりますっていう。そうそうそう。見てい今日はちこょっと贅沢に家う。おー。族行っちゃおうか。まあ、そう、もう行っ伝ち説ゃうというっか、ていうね、もうここれ。瞬間決もう、めたスタートアイム、名そう。勝負スタートどうここで決めずに、いつ決めるっていうレベルなんだけどね、マジで。勝ってる瞬間見えちゃうんじゃないおのっー、ていどうう、すマんジねんっで。ていう。いいじゃないの、これ。歩けてるよ、今そう、日、これ。調子も良かったっていおう。何が、二ー。重じ悪くゃなないいんよ、だっこて。れ、二二重じゃ重ないんだで。ろ、これ。おー。V なんだ車のか足ら、場って VV。なくない？これ。足場ってるか、これ。いや、どうしようもね、まあ、タカタカいい言よ、うなよ、車マなんジで、て。馬主の前でも、で。そう、極めそうてそいいよ。う。一線を超えない、一線思を。い出すんだ、なんか、オグリキ今ャッ頃、プ。55はのんきに寝あてのるプロよっフェッていショう。ナルでまあ、やっ寝た、オてグるリのキャかップ。な。マジで、おこの時間ー、だか今ら、日まあ、埋まって大体1日は3時間ぐらいしかないから。おうくだマさジ、ひ、おあずずー、ー、ずはいー、みおたいな、くこれ。ださ堀沢先生もやひ、る気なかった。いや、ほやる気は全ふ然あほ、るんだけはいど、おー、くだ勝てさないものは勝ひ、てないからね、こふれ。ふ、どうやっはてもみず、たいな。いいね、これ、ちょっと、ちゃんと、浜滑ってる、口は言うな言っだから、これ。て、滑って言ダわメななけれらば、本本当当ダメだだよ。なっあて。れだよ、まあ、これ、ベストダメはだよ。尽くしてよあれね、っなんていか、う。誰だよ、力これ。は出し切ってるよね、っていう。在地行ったら誰だよ、これ。そうじゃこなれくだ、て、ここ。もう、いいね。地下歩けてのるよ。方が、歩けてるよ、マジ乗っで。てたらしいね、っていほんう。とね、びっ
組みつぐらいの。ああ、持ち勝つの。まあ、それちょっと前のレースね。このレースは別に普通に、伊佐先生、レジェンドだったんだけど、そう。こんな馬に伊佐まあ、乗るよね。もう、普通に、まあ、ちょっとリーディング級者なんで、乗るよねっていう。ちょっと出遅れがな、遅れを挽回する。だ遅れを挽回、なんなんだよ、これ。なん止まった、これ。なん、また止まったの、これ。動いてるこれ。おーい、これ。動いてるってこれ。じゃ、30組だよ。もうバリバリの30組だよっていう。そう。もうなぁ。頑張ってほしいんだけど、マジで。もう、頑張って行ってほしいんだけど、みたいな。何が全然。動くだろ。紙芝居なのこれ。もうちょっとな、パケット、もしかしたらもうパケットこれもう詰まってる？パケ詰まりこれ。おー。なんなんだよって。止まってさ、なんかリロードをしてみましょう、リロードを。更新だわ、いたね。よかったねっていう、そう、何が。パケットケチってるわけじゃないんだ、だから。でももうちょっと無理かな、これ。いや、もう、手回線、ちょっとこれ手出す、マジで。どうしようっていう。まぁ、あ、ちょっとね、スマイル55、まぁ、あ、2枠2番ってことで。多分、スタート、パケット、まだね、パケット、パケット残ってるけど、これちょっと、ちゃんと見てこう。はい、スタート。ちょっとね、出が悪いんだよ、だからこれ。あ、ちょっとあんまり良くない。もうこれが全て、マジで。オープニング曲は変えた。オープニング曲は変えたんだけど、どうなんだ今日は流してないんだけどね。そう。いや、X ビデオそんなたくさんみたいな、多分月末ではあるけどね。でもちょっと普通に流れてんじゃん、これ。まあ、長くんだよ。月末近いのもあるけど、ただ、ちゃんと流れてるね、これ。俺まだ今月ね、そこまでね、X ビデオ見てないよ、まだ。ここからだなって思ってんだけど。見えないよ、どこ。あ、何ちょ、頑張れ。ここか。止まったみたいな。あ、7番来るな。逆走しろ。よし、外回せよ。外から伸びる。ここから伸びる。伸びねえよ、もう。これ全然伸びないんだけど、これ。どうなってんねんっていうんだよ、これ。マジで。このババで勝てなかったらいつ勝つんだよって、これ。どないすんのって、俺のセーフとかどうすんだよ、マジで。いや、そう、山口さんジョッキーはちゃんと乗ってくれてるよ。何やってんだよって、こんな大事なレースで、みたいな。無知打つ振りって、今一応打ってはいるんだろうけどね。そう、歩いてない。まあ、歩いてるというか、この900メートルで息入んなかったら、どうすんねんみたいな、弱い、確かに。そう。今やっておりすぎてたよ。3着1万1000。2割バックで、まあ、9500円ぐらいなんじゃない？マジで。なんだよ、これ。このもうな、スタートくれたのがね、すべてマジで。そう、見えないとかってない。まあ、鼻切った方がもちろんいいのはね、間違いないんだけど、そう。本当に不良だったの。いや、不良って書いてあったよ、だって。でも天気いいよね、これ。そう。佐賀で勝ってないって。いや、もう佐賀で勝ってないって、もう行くとこないから。これ以上下ないから、マジで。佐賀まで行ったよ、これ。俺だって意地あるからさ、まあ、もう一生はさせてやったんだけど、ただもう一生ってやっぱ欲は出るよねっていう。バンバなんとか、バンバだから金かかるから。これ。もうサラブレッドで手一杯勝てると思ったのに、これ。引退しかないんかなっていう。まあ、この先待ってるのも引退よ。もう出荷しかないよ、出荷しか。これ。スタートがちゃんとできても2着まで。いや、わからんよ。それは、消耗が激しかったから。消耗が激しかったから。福山競馬場ありません。ミオになりました、そこ。なんでこのお前つんまでも。なんだよ、これマジで。それはもう、だから、これ一体確かにもう出荷されてしまうだろうって、そこ、かわいそうじゃないかっていう。これ。だけんなよ、この二頭とも AC なんだよ、これ。やかましてて、この二頭ともこれ AC なんだよ、これ。これが市場に腹立つ、これ。AC 牧場出身の馬が AC 二頭に負けるって、これ。これいかにだよ、マジで。いや、佐賀は最低編という。まあ、最低編というか、まあ、これ以上下に弱いクラス？まあ、ネーツ。そう。もうなぁ、栄心天丼っていう。栄心天丼3点盛りだよ、これ。他の馬に夢を託そう。いや、だからこの馬も、午後だってバカ頑張ってるんだから、そこは。冠変えたらって、このタイミングかよっていう。まあ、なんか節目でね。
見極めもマルシの。それは分かってるよ。だから、分かってるけど、なんかいけそうだったじゃないのっていう。おぉ、三着大健闘。まあ、大健闘というか、もう勝たないと意味がないみたいな。おぉ、連投し、連投しまくったら、ま、死んでしまうからね。一番一戦で、これ見てみよう。これ、ここから2割バックだから、単純計算、8800円。うん。手取り8800円、マジで。おぉ、午後より前に、マルシが予後不良になる。予後不良になる。こんなんな、こう、繰り返してたら、もう、続かんだろ、これ、どう考えたってっていう、これ。英信牧場生産、どうも、クルーさん、地方競馬で馬主やってます、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。こんばんはってことでね、そう。ちょっとね、このコミュニティで名前を付けてもらったスマイル5号先日刺したんですけど、まあ、残念ながら3着ってことで、まあ、3着言うてもね、これ、地方競馬なんで、まあ、ちょっと最、1万1000しか賞金がないって、1万1000のうちの、まあ、2割調教師に払ったんで、8800円賞金みたいな。全然餌代にならないんだけど、マジでこれ、リアルダビスター。おー。ちょっとね、非常に悲しい。詐欺じゃねえよ、だから。そう。だ、ちょっとね、それで今、反省会を、まあ、どうでもいい。バカ野郎、どうでもよくない、これ。人生と生活は、なんなんだよ、これ、マジで。まあ、出た一口マジです。2回返せ。借金返せ。借金返せないよ、だから。どうすんねん、みたいな、これ。主は3着馬の、まあ、そう。俺は3着馬のこのスマイル55なんですけどね、っていう。そう。おだから、ここ、どうすんねんっていう、これ。おマジで。これ、もう、一口だったらね、もう笑って済まされる。もう、全口、11人降りるわけねえよ。だから、もうバグってんだよ、これ。そう。もう、このなぁ。どうすんだよってこれ本当に、クライスマイルの兄弟に期待、僕もワクワクしてるの何の話やねんってこれ、クライスマイルどっちは笑っとんのかないとんのかどっちやねんっていう、やっぱ55円戦で CN と、まあ55だけにねみたいな、おもうどうすんだよこれ本当にマジで、おーリーフィウッド2015ですっていう、まあうちのね、まあ、シンバね、控えてる。まあ、これ名前はね、みんなつけてってねっていう、そう。連投、いや、連投はもう馬が減ってっから、そう。意外にも54万3千稼いでるっていうね、これね。全然クソマイナスだけど、50万、毎週明日すると、手当ても半額になるし、あんま意味ないんだよ、だからぶっちゃけ。そう。マジ、53千と54万で、一層1万の手当。まあ、手当てじゃない、手当て入ってないんだけど、そう、入ってって言ったら悪口かよ、みたいな、動物虐待。だから、動物虐待って、じゃあこれを引退させたら、そのままお肉なんだけど、これ。どうすんだよ、っていう。金銭的には些細な給与の方が痛そう。午後は出てくるから、首都手当なんとか大丈夫だろう。そういうこと。うん。まだ走ってるだけマシなんだよ、っていう。55万目指そうってね。あと、1万2000、これね。1万2000、なんか、ちょっと足らなそう、みたいな、これ。そう。あと7000、あ、7000か。あ、そうか、ちょっと計算間違えた。そう。1000、1万稼いだ。そういう計算じゃないんだけどね。そう。食べてあげようってね。供養しますかみたいな、これ。そう。競馬のことよくわからない僕はこの放送の趣旨を教えて。まあ、ありがとうございます。ね、この放送の趣旨は、この放送で、馬を、まあ、俺馬主をやってますと。地方競馬で馬主やってます。ジェルンでどうぞよろしくお願いします。ということで。で、俺が、まあ、別に資材をはたいて、馬を買いますと。うん。まあ、リアルダビスタですね。馬を買います。で、その馬に、名前を皆さんで付けてもらいますと。うん。で、コミュニティの掲示板に名前を、今も募集して、2頭してますと。で、名前を書いてもらいます。で、その名前を、俺が、まあ、4つ選んで、で、アンケートで皆さんこの4つの中から選んでもらいますと。うん。で、その名前で、競走馬登録をして、その馬がデビューしてから引退するまでを、見守るっていう。うん。俺も死にそう。どんまいってことでね。そう。だから、そういう、ものですってことで。うん。まあ、そのスマイル55っていうね、まあ、一番今まで出来が悪い子がいるんですけど、まあ、その子が非常に、もうちょっとね、苦しいと、金もないと。まあ、俺も、だ余裕、何が、よう社長さん、エイサー、ホイサーってことでね、そう、本題よろしくお願い。本題はべっとるかなっていう。なので、まあ、ちょっと、俺もそんなにね、金持ちでもない、まあ、一般庶民なわけなんで、金が、まあ、普通、マヌシやるレベルではないんですよ。足りないんですよ。だから、まあ、全財産、かけて、まあ、人生もかけて、もう命もかけて、で、全部かけて、この、配信をさせてもらってますと、中古は出場されたのかよ。中古嫌いなんですよ。はい。もう馬も女も中古は嫌いっていう、そう。なんで、まあ、それで頑張ってやったら、まあ、当然ながら俺も、その、いわゆる、なんだろう、人間レベルとして上を目指さないと、中央競馬とかいけないんで、去年、満を持して、会社を作りましたっていう、うん。
その会社が大きくして、JRA の資格を取りたいですっていう、金の話だよ、だから。現実、だから、したらくは、もう、その話ちょっとね、今週か、明日必ずやるから、ちょっとまとめてね、そうそうそう。まあ、順調に来てるっていうね、そうそうそう。貯金を崩そうっていう、だ貯金がないんだよっていう、借金しかねえよっていう、ってなんだよ、って、そうそう。マイネルまた買ったら、マイネルツイールとか夢もある。悪くはね、それはね、別に全然否定しない。おう、社長さんなのは、まあ、一応社長です。はい。去年会社作ったばっかりだけどね。うん。まあ、この会社を、まあ、作って社長になるのは、君らでも誰でもできるよ。おう、ただ登記すればいいだけっていう。ただ、ポイントなのは、これをちゃんとね、大きく、会社を大きくして、ね、まあ、もう会社で儲けてというか、会社をこうで、利益を生んで、大きくして、そして俺の収入も増えて、なんて言うんだろう。中央競馬の免許が取れるっていう、そういう順番ですよっていう。うん。そうそうそう。シュプレームは出走できそうですか？まだ無理ですね、シュプレームは。うん、そうそう。午後は決闘的にどこが魅力で勝ったの？まあ、ぶっちゃけ言うと、全然、なんて言うんだろう。俺のまあ、見る目が足らなかったっていうか、普通馬体はね、調教師は見てくれるもんだと思ったら、あんまり見てなかったみたいな。うん。なんか、オーンウエスト、まあ、ミスプロの肌に松枝ごっこなんで別に、決闘は悪くないんだよ。うん。ただまあ、ちょっと芝だったよねっていう、それだけっていう。そうそうそう。うん、もう YBO の実力分かったから、当たりつぶやくのやめないよ、だから。それは、だって俺がもうそもそもやってないって、あれもう妹任せてるから、ほとんど。ちょっと、騙されたって言えよって。いや、騙されたっていうか、一応俺も、だから、もうそれは買いますって言ったらね、俺の方だから、もう、結果は全然、なんだよこれっていう話はあるんだけど、まあそれはね、もう、預けてないから。うん、そこには、そうそうそう。ゾゾタウンに前の会社は買収されたっていう。まあそうですね。まあそこ俺が作った会社じゃないんだけどね。そうそうそう。だから、やっぱり前の会社は、まあゾゾタウンに買収され、で別にもうまあ兼務でやってたもう一個の会社は桜インターネットに買収されっていう。うん。だから俺も無職になってしまったわけだね、また。うん。まあこれ元無職って2回ありましたと。一番最初は、馬主になるぞ、ウォーって言って、じゃあ園田行くからちょっと園田支店を作ろうと思ったら、まあ、クビになりました。ってこれ1回目の無職ね。うん。でその無職の状態で実家で暮らしてて、まあ、それこそその時に貯め込んだお金を全財産使って馬を2頭買いましたと。でその2頭の馬を持って大阪駅まで、中は多分ね、ニコ生のなんか大辞典とか乗ってるその行きましたと。うん。でまあいろいろあってもうボロボロになって、でもう借金まみれになって、もうこれはあかんって言ってちょっと一発当てようと思ってベンチャーに行きました。で宮崎に行きましたとね。で宮崎に行ってさっき言ったゾゾタウンの社長にその会社を買われ、で一緒にやってた別の会社、その子会社をやってた方が桜インターに買われ。で、また無職になる。2回目ね、2回無職になりましたと。もうこれはあかんということで、自分で会社作ろうというのが去年の6月ですよ。もうギュッとね、この5、6年間押し付けると、そんな感じだな、みんなね、ずっと見てくれた人は。そうそうそう。新たな宮崎でビジネス頑張れて行こうんでいった飲み物をやってんのか。やって、やってるというか、まあ俺は、だからもうそこはやめましたけどね。うん。買収されちゃったんで、そうそうそう。クソまみれやって、クソまみれじゃないですけどね、そうそうそう。キュってことでね。なんかちょっと、女の子だったら可愛いけどね、おっさんだったらどうすんねん、みたいな、そうそうそう。いうことで、まあ、スマイル55をね、ちょっと、もう、きついと。ただまあ、一生はさせてやったんで、まあ、それを、馬主としてはやるべきことやったかな、みたいな。うん。そうそう、宮崎に行ったら黒木に出会う。まあ、そういうことですね。まあ、俺の、なんか人を信じるのを、もうなんか、心をね、持て遊んで、俺から8万4000を奪ってた隣人です。隣の人間ですっていうね。お一回り上のね、おっさん、日の湯馬。そうそうそう。松戸さん、人生が最高の物語でありますようにっていう。まあ、俺は人生を再婚するか、もうそれは自分次第だと思ってるから、マジで。うん。世の中で変えられないものいっぱいあるけど、自分の未来と自分自身、これは自分で変えられるから。そのやるしかない。寝てたからもう一回説明。何回言わせんの？これもアーカイブ見てねっていうね。そうそうそう。いうことで。まぁ、ちょっとね、55、これ、もう三着きついなと。引退させちゃダメだぞっていう。まぁ、できる限りね。うん。持ってやりたい。だって俺がもう持たなければ、こいつは完全にもう、生きる術はないんだから。そうそうそう。お前の自分語りはいらんから、今日は何の、聞いたから答えただけだ。別に自分語りどうでもいいんだけど、55の反省会してるだろって、これ。そうそうそう。55が、まあ、ちょっとね、ほんともう潜在地遇よ、不良馬場の900メートル、一番下のクラスっていうので、もう大事なところで出遅れみたいな、詐欺ソフト。詐欺ソフトって言ってるけど、まあ、これまたさ、先週末、馬券配信見た、マジで。うん。なんか最近毎回ね、もうちょっと配信はあるけど、最終レース、よそ抱きとかっていうのがね、ガチで当たるんだけど。しかも万馬券。おー。
すごくないってこれ。もう乗りたくないドンマイサウレジェンドっていう、そうそうそう。クルスから来ましたね。どうも、地方競馬の話やってます。チェルンです。どうぞよろしくお願いします。ってことでね。そうそうそう。モンベス行きたいと思われてもら、モンベス行ってもうこれどうすんねんっていう。どこも扱ってくんねえよっていう。もう、しがらき行けって金がないんだよ。だから、佐賀からしがらき送るだけで30万かかるだろうがっていう、これ。そうそうそう。なので、やるしかないんだよ、ここで。生きていく上では。おぉ。藤先生から連絡あったら、あったよ。うん。なんか、次頑張ります、みたいな。うん。そうそうそう。勝っても12万じゃ、勝っても12万でも、その22万が必要なんだよ。おぉ。そこの12万で、馬が生きていけるわけだから、何ヶ月か。おぉ。指さすなっても、もう指差し確認みたいな、あるだろうっていう、そうそう。せっかく熊本近いんだし、早く送りましょう。なんで食うねんだから、他のもん食えよっていう、そうそう。嘘つきは上の馬、いらないって言って、上が勝ったじゃねえか最終っていう上の馬上の馬ってなんだっけうん上の馬ってなんだっけおいやだって断層の中の2頭とあと1頭って来てたここくらうんの話だよここらの話そうそう馬山池熊本へどういうことやねんだからこれなんかもう合言葉かよっていうプロバイドに貸してまあプロバイドはもちろん頑張ってもらうんだけどプロバイド1頭では限界があるからマジでうん天営見てからなんで天営って何っていう、うん、放牧中もお金かかる放牧中っていうかまあそれ療養中ってこともちろんお金かかるよおだって餌食うからうん何にもしなくてもよ今の高値今故障してる馬ですら何にもしなくても月15万かかってんだからお死ぬよねその2頭うん。プラス2頭は育成中。この2頭は20万以上かかってる。育成だから。おう。だから、20、20、40でしょ ?15、15で30でしょ合わせて70、これ。おう。ペンパイだとアポペンだ、これ。言うたらね。おう。70、何もせずに消えていくっていうこの状態。もう異常事態ですよ、これ異常事態。おう。わかるっていう。今なんと思って、6頭。クエスチョンじゃねえよ、これ。わかれよっていう、これ。そうそうそう。6頭だよね、今。おこのままじゃ先無線万いっちゃうとって、もう言ってるよ、だから、読みで。おう。超えてる。俺な、もう一桁変わるんじゃないかっていうのを、ちょっとね、ドキドキしてる。うん。なんか数えてないけどね、もう、もはや。そうそうそう。故障中の馬は、復帰予定いつよっていう。だから、故障予定の馬は、だから、もうすぐ多分、下の子が帰ってくる。うん。もうすぐで、ってなんだよ、って。うん。維持費がもう、ちょっといかつよ、ほんと、マジで。うん。だから、それを耐えるしかないんだよって、これ。もう、滑ってないだから。何回忘れんって、これ。お前は誰だ、ジェリンゲどうぞよろしくお願いしますって、名前だけ覚えて帰ってねっていうね。そうそうそう。松も月15万ぐらいで生きてる。いや、俺多分ね、月ね、いくらだ、俺。多分ね、300円ぐらいで生きてんじゃないかって、場合によっては。俺だけのその消費で言ったらね。うん。だってな、パスタ大体、この一房っていうの、これ。うん。一房。だって、これで100円でしょ ?500 グラムで。うん。で、あれも俺で1日1食だから、で、あれも3日でしょだから計算ができない。どういうことだ3日で、3日でしょだいたい3日だよ。うん。なんていうのこの、いや、あれじゃ500グラムあるだろ1日1食。うん。500グラムのやつがあって、あれを1日に、一食ってことは30円な。で、お母さんがシーチキン送ってくるから、それは、まあ、0円として、30円かける、30、計算ができない。どういうことだ ?30、900円 ?1000 円ぐらいか。おい、コメント、何なんだよ、だから、だ、1000円ぐらい。うん。実質ね。だ、それであとはもうなんかもう、やむを得ず、なんかもう、会社の付き合いとかそういうのも仕方ないよ。それはもう、泣く泣く出費はしますけど、缶詰食べちゃったのって。ま、いや、まだある。うん。1日1個だから。うん、そうそうそう。リアル1万円返す。余裕だよ、1万円だったら。1万円だったら、いや、ギリギリか。30円、ほら、合ってる。30円かける、30日。900円か。うん、900円か。間違えた。うん、うまくってねえよ、だから。なんでそんな話になんねんって。そうそうそう。毎日そんなの。まあ、大体毎日そんなもんな。なんもなかったら、俺はもう、パスタ大好きだから。大好きだよっていうか、もうね、餌みたいなのが好きなんで、もうずっと毎日同じものを食っていられるっていう。うん、そう。だから、あまりにもパスタを、その電子レンジで作るんだけど、電子レンジで作りすぎて、めちゃめちゃ上手に茹でるようになった。うん。マジで。おい松野ってなんか、おい小池みたいな、なんか、締めてややんか、みたいな、これ。野菜食えて。野菜はだから、お母さん送ってくれた、なんか、青汁のなんか、元みたいな。うん。あれを粉末のまま飲み込むっていう。うん。それでいいんじゃないっていう。そうそうそう。パスタ何かけんだ。シーチキンでシーチキンバーって。あとは、あれ、香味シャンタンのやつを、ちょっとだけ、こう、ちょっとやって、香味シャンタンパッとかけて、それでもう十分。
まじめっちゃ前から。おう、そうそう、だからパスタもだ、それだけだよ、だから。3ページ終わってる、3ページで。うん、電気代もちろん、電気代買ったよ。だから、電気代、なんだろう、インターネットのテザリング代、なんだ、あとは。おう、だからそこにね、君たちは、固定回線を引けとか、そういうね、わけわからないこと言うわけですよ。ね、バカですかって、本当に。そうそう。今度パスタの料理配信やったら、料理配信で、距離があるからできないだろうって、これ、そこに電子レンジあるか。たぶん、普通に電子レンジでチーンってやって待ってるだけだもんだって。そうそう、光返し。で、そう光返してたアホなこと言うでしょ。だから、そっか、金がないんだよ、金が。どう考えたって。おう、餌で、さっき、何回、いいかも、さっきで、胡椒は、で、いくつだ ?30、なで、シンバで40、月よ、これ、月。40、なで、うーんって言って、70万、ペンパイナップアップペンだよ、これ。わかるかって、これ。おー、70、毎月。残るわけねえだ、金が。うん、クエスチョンじゃねえだから、借金はいくらだってわかんねえんだから、もう覚えてないっていう。もう、稲田先生から会話分けてもらう。なんで俺が平気を食わなあかんねんっていう。俺普通にパスタ食うわってだから、そうそうそう。見る。なんだこれ、もう勘違いないこれ。また、私物売って稼げどういうことなんだから、もう借金しろよ。借金まくれ、まむれだよ、だから。まむれてるわっていう、そうそう。誰だよ、お前。ジェリンゲどうぞ、いらっしゃいましたって、なめだめだめだって言ってね、そうそうそう。給料上げろよ、だ。なんか、会社が儲からないと、給料は上げられません。うん。わかりますこれ、当たり前の話じゃないですかっていう。おう、カルシウム取らないとイライラはしますね。カルシウムは取れてないです。はい。骨粗鬆症です、多分。コスト少々だから、何回行くのは強馬じゃないといけないし、難関はいかない。俺ちょっとね、もう、やっぱり、リアルダビスタをやっているドワンゴは素晴らしいけども、リアルダビスタのところで、やっぱり、馬という命の大切さを伝えられなかった大井競馬が嫌いになったから、俺は難関には馬入れないです。はい。それだけは言わしてっていう。俺だ、中央に行く。マジで。その心が、強くなりました。うん。そうそうそう。うん、松のセキュリティシーンだったのも、ドキ。なんか本当にお願いされるんだったら頑張ってやりますっていうね。そうそうそう。川崎競馬は嫌いじゃないけど、大井競馬は嫌いになりました。うん。まあ別に、難関全般的にもう用事ないなと思ってね。そうそうそう。従業員に給料下げれた。そう、何回も言ってるけど、もう従業員はもう本当会社のために財産だから。もうね、その人たちの幸せのために会社がある。わかるか？おう。だから、社長は、それで皆さん働いてくれるおかげで、なんとか食わさせていただいてるんですよ。だから、その環境を一生懸命作ってくると当たり前だ。ふーんってどういうことだよ、これ。南関、南関東嫌がるのな。いや、嫌がるわけじゃない。もともとは、もちろん行きたかったんだけど、ちょっと今回の大井のやり方について、もうほんと腹が立ってるから、マジで。何やってんだよって、マジで。俺がね、これなんか施設で、もう、資材を投げ打って、やってる。へえじゃねえよ、だから。俺、人の話聞けって、これ、マジで。もう、うんうんって、どんだけなんか、スーってなんかね、スーってこれ、大井のやり方。だから、その、リアルダビスタ的なところを、俺はやってるわけじゃん、ずっと、4、5年。で、それは多いが、ニコ生と組んでやると。で、ニコ生とかドワンゴって、ドワンゴは自分たちの資材を売ってやって、これはいいと。じゃあ、多いがね、だったら、この競馬の中で競争馬の命の大切さとか、そういう温かさ、伝えなきゃいけないのに、ダビスタをやりながら、ね、汚れ不良になってる馬を見て、ヘラヘラ手を叩いて笑ってるような動画をそのまま流させるっていう状況を、それを、そのまま多いが流してるって時点でも俺はもう許せなかった。もうそれは、マジで。それは、はいはいってなんだよ、これ。おー、マジで。そこをね、言ってるわけですよっていう。だから何をやってんだ、大井競馬っていう情けなさ。マジで。そこを、その動画どこに、多分、リアルダビスタの公式動画の一番最初のやつよ。しなかったの、マジでっていう。それは俺は、もうパケットね、ないパケットを投げ打って、見たんですよ。ほんと、残念、がっかりですよ。それ以来ちょっと見てないけど、だからあれで大井競馬の、まあちょっと、なんて言うんだろう、もう不甲斐なさ。だから、俺は大井じゃないなと。やっぱ中央だなと。いう風に確信した瞬間だよ、マジで。それはいかんざっき。古いな、みたいな。ということで、ちょっと次枠はね、実は、贈り物が何件かね、これちょっと、溜まっておりますってことで、この辺が。この辺をね、ちょっと次開封していこうと思ってますんで、はい。